皆さんこんにちは。テゲテゲに参ろうのテゲテゲおじさんです。今回のテーマは南春夫さんです。浪曲を題材に戦後の歌謡界を代表する歌手の一人、そんな南春夫さんの名曲をお楽しみいただきます。また歌手当てクイズを収録しました。昭和の歌い手さんが15人も登場します。ぜひ挑戦してみてください。いつも絶やさない朗らかな笑顔、そして浪曲で鍛えた歌声に魅了されます。特に浪曲歌謡は小気味良いテンポと歌声にワクワクしながら耳を傾けてしまいます。月が寂しい。昭和32年6月、南春夫さん33歳、この曲で歌謡界にデビュー。故郷を愛しむ思いに満ちた歌詞が大変魅力です。集団就職で都会に出ていた若者の郷愁を見事に歌い上げています。おけさせつまやるせないや。カッパからげてサンドちゃんちきおけさに続くヒット曲、雪の渡り鳥です。聴いていてなんとも心地のいい歌です。あの渡り鳥愚痴じゃなけれどこの俺にゃ帰る世もない伊豆の下田の日が恋し。船方さんよ、おなじみの船方さんよです。夏メロをよく歌っていた私の父は南春夫さんが大好きでした。そんな父ですが南春夫さんの歌を歌うのを聞いたことがありません。きっと声が合わなかったのかなと、そして難しかったのかなと思っています。褒めておくれよ船しよ船しよ。東京オリンピックのテーマ曲、東京五輪音頭です。橋幸夫さんや坂本九さんなど多くの人気歌手も歌いましたが、他を引き離して大ヒットしています。よいしょこりゃ夢じゃない。オリンピックの顔と顔、それとトントトトント顔と顔。昭和42年大阪で開催された日本万国博覧会のテーマソングです。こんにちは、こんにちは、西の国からこんにちは、こんにちは、東の国から
こんにちは。この頃から国民的歌手が南春夫さんの代名詞となりました。こんにちは。戦後日本の復興の象徴ともいえる東京オリンピックの東京五輪音頭、そして大阪万博の世界の国からこんにちは、この2曲、南春夫さんは生涯の宝物でございますと語っておられました。こんにちは、握手をしよう。はい、皆さん、南春夫さんのレコードジャケットの写真とともに代表の曲をご覧いただきました。南春夫さんの魅力といえば、その歌唱力はもちろんのこと、人間らしさの品格や佇まいの両方を持ち合わせたお人柄だったと思います。いつもたやさんのその笑顔、今も懐かしく思い出されます。それではそんな南春夫さんの本人の映像を交えながらメドレーでご覧いただきます。どうぞお楽しみください。初めての作品はチャンチキオケサと船方さんよのカップリング版。このレコードは売れに売れ、南さんは歌謡界で順風満帆のスタートを切ります。お玉が池の千葉道場か。平手美紀も今じゃヤクザの用心も、人生裏街道の枯れ落ち葉か。ギリのギリのよかでにさらされて、月よお前も泣きたかろう、心乱れて抜いたすすきを奥歯でかんだ。カッパからあげて
じゃなげこの俺にゃ帰る背もない図の下だぞ日が恋しい。母が茶道家さん歌っておりました。機嫌の良かった時だったと思います。さてこの佐渡おけさの元歌つまりルーツでございます、つまりルーツでございますが、この元歌というのは鹿児島県の半夜節だそうでございますが、半夜節は日本を代表する優れた民謡の一つで、各地方に派生的にたくさん良い民謡を生んでおります。皆様よくご存知の阿波踊りもその一つだそうでございます。私も昔の人がやったと同じようにこの半夜節で新しい歌を作ってみようとこう思いました。鹿児島県薩摩の国といえば国民的な英雄西郷隆盛、西郷さんが昼山で亡くなって今年がちょうど100年目でございますが、西郷さんを題材にしてこの歌を作りました。聴いてください。南の半夜節、西郷隆盛。薩摩名物読み上げまする。花は霧島、タバコは小粒、燃えて上がるは桜島、波がきらめく金庫湾、月も月も涙、山に忘れちゃならない、その人は正義は最後名は高森よ。こんにちは、こんにちは、世界の人が、こんにちは、こんにちは、桜の国で、1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をし、thank you.
連れて逃げてよ。ついておいでよ。夕暮れの雨が降る矢切りの私、親の心に背いてまでも恋に生きたい。二人です知らぬ土地だよ。揺れながらドアむせる八木の私、息を殺して身を寄せながら明日へこぎ出す別れです。はい、クイズ。はい、皆さん、ここでクイズです。この曲誰が歌ってるのでしょうというクイズになります。はい、曲目はこちらです。上原敏さんの歌っていました妻恋道中になります。はい、妻恋道中、これを、15人の歌手の方々が連続して歌います。その歌ってる歌手の方の名前を当てていただきます。はい、それでは、その前に、本人上原敏さんが歌ってる歌を少しだけお聴きください。どうぞ。女房に見下り藩を投げて長どす長の旅、恨む前添えおいらのことはまだの歌っているのは誰でしょうということで、ランク分けをしました。初級、中級、上級ですね。はい、初級は、私の過去のビデオをご覧いただいている皆さんにはお分かりいただけると思います。中級、声に特徴のある歌い手さんが出てきます。上級、ちょっと難しいかなと思いますが、クイズの中でお名前が出なくてもお顔が浮かべば正解といたします。はい、それでは頑張ってみてください。どうぞ。すいた女房に見下り藩を投げて長どす長の旅、恨む前添えおいらのことはまたも浮き世。
では。下り半を投げて長どす長の旅、恨む舞添えおいらのことはまた。下り半を投げて長どす長の旅、恨む舞添えおいらのことはまたの長の旅、恨む舞添えおいらのことはまたの浮世で会うまで。
さん女房に見下り半を投げて長どす長の旅恨むまいぞえおいらのことはまた下り半を投げて長どす長の旅恨むまいぞえおいらのことはまたの長どす長の旅恨むまいぞえおいらのことはまたの浮世で会うまでWe'll be right back.
ついた女房に見下り半を投げて長どうす長の旅恨む舞添おいらのことはまたの浮世で会うまでは惚れていながら女房に見下り半を投げて長どうす長の旅恨む舞添おいらのことはまたでしょうか。最後の上級編、難しかったんじゃないかと思います。それでも全問正解された方もおられると思います。チャレンジありがとうございました。はい、次はお待たせしました、南春夫さんの真骨頂ですね、名曲元禄瞑想譜俵星現場をお聴きいただきます。槍の名手俵屋現場、そして、赤穂浪士の四十七士の一人である杉野十平次が登場してきます。作品によっては9分を超えるものもあるようですが、今回はその中から2つのステージを選んでみました。はい、それではその1つ目のステージをご覧ください。さて、平庄将吉坂の屋敷の近く本所横上町に奉納院流の槍をとっては天下武将の名人と言われた俵星現場がいた。上杉の金持ち坂兵部は250石の功禄をもって召し抱えようをとて使者も立てた。もちろん平家の付け人としてである。だが夜泣きそばや当たり屋重助こそ赤穂浪士の一人が世を忍ぶ仮の姿と深く道場を寄せていた現場は決然としてこれを断った。どうそばや、そなたには用のないことじゃが、見ておけよ、いつかは役に立つことがあるやもしれん。十六俵の砂俵の前に槍をかばいてすっくと立った俵星現場、思わず雪の大地に正座して息を見つめる杉野十平次。ああ、これぞ元禄瞑想譜。槍ひと筋に香る誉れの元禄桜、
でも忍ぶ杉の夜切なかろう。おいおい名残に見ておけよ俵崩しの極意の一手彼が花向け男の心。はい、皆さんいかがだったでしょうか。はい、槍の名手と赤穂浪士、武士の心意気を熱く繰り広げて楽しませてくれました。とても活力あるステージだったと思います。それでは次にご覧いただきますのは、南春夫さんが60歳の時のステージになります。こちらは何といってもオーケストラとの掛け合いです。歌が引っ張るのではなく演奏の上に、歌うのではなく、どちらも決して引き下がらないという感じですね。ぴったりと息があって唯一無二のステージではないかと思います。私の一押しです。それではご覧ください。浪曲入り歌謡曲の代表作、歌は南春夫さん、曲は俵星玄馬。槍は錆びてもこの七錆びぬ影となり尽くす誠は槍ひとすり俵崩しの極意の一手これが花向け男の心。65年12月14日月の夜風を震わせて響くは山狩り海の人材をしかも一口に打ちさん流れ思わずハッと立ち上がり耳を澄ませて太鼓を数えおまさしく箱の星の打ち切りやすけ出しするはこの時ぞもしやその中に昼間別れたあの蕎麦屋が森が背中ままにまだんと言わひとたび大手別れが告げたいものと稽古には耳を固めて断刻らの墓は友達たっかく取り上げしらがや畳んで牛の鉢分け目のするごとく嘆しにかかるは先祖伝来たまら壇上を来たげたる汽車の手やりを右の手に切り戸を開けて一足表に踏み出せば天満遊安地は外来たる白雪を隔てて行く手は松坂町。俵星が天下無双のこの槍で押し付け出しを沸いたそうぞ
言われた時においしは深き上の通り熱くお礼をします。されどもここはこのままに槍を収めて押し上げくださるならばありがたし。一人の老子が雪をけたけてサク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 先生おおそばやさいや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 襟に書かれた名前こそまことは杉の五十平次殿わしが教えたの極意命惜しもならおこと働くのますよさらばさがあらばんあとにひらり箱の押しに邪魔するやつは恋人たりとお父さんと足のたもとで石づきついてやりの最後に元禄奏譜タラヤ現場をご覧いただきました。オーケストラの共演素晴らしかったです。ありがとうございます。そろそろ終わりとなりました。これからも皆さんの興味のいただけるテーマを探して一緒に楽しんでいきたいと思います。この後健康体操も流れますので、もしよかったら一緒に体を動かしてみてください。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら、さよなら。はい、次は体操です。前後左右当たらないようにご用意お願いします。はい、元気に体操です。筋肉をこまめに動かすことで疲れにくくなります。ゆっくりでいいです。はい、まずは両手をぎゅっと握ります。その手を広げます。もう一度、はい、手を軽く振ってほぐしましょう。もう一度ぐっと握ります。はい、次は、はい、脇を締めながら腕をゆっくりと引き寄せて、頭を起こしながらゆっくり伸ばします。あと2回、力を入れずにゆっくりと腕の運動です。深い呼吸に合わせて動作はゆっくりと、息を吸いながら気持ちよく伸びをします。はい、次は首の運動です。両手を後ろに組んでいただきます。前、真ん中、後ろ、真ん中。はい、次は横です。右、真ん中、
左真ん中。はい、次は歩いていただきます。元気よく前後に振りましょう。背筋を伸ばしてまっすぐ前を向いて、はい、深呼吸です。はい、もう一度吸って吐きます。もう一度吸って、はい、お疲れ様でした。